皆さんこんにちは、AK 戦車ヨシです。本日も前回に引き続き固形ワックスをお送りしたいと思います。で今回はめっちゃテンション上がってるそう、あれかな、この人がねどうしても固形のワックスをやってくれっていうことで、2回続けてやってますけども、今回は CC のですねワックス&ゴールド、これをね使います。これをねまたあの前回は液体のと比べたんで、今回も液体の CC ウォーターゴールドと比較を行わせていただきます。で前の動画見てない人もいると思うんで一応説明 でここにこの一番広いところにこの固形のワックスを、施工します。でこの真ん中は、まあ、一応ツヤ感の違いを見せるために区切ってるんですけども、ちょっと前回もあんま違いはなかったんですけど一応同じく区切らせてもらいます。でここは、機体の CC ウォーターゴールドですね、これをここに施工を行います。ということでまずじゃあ固形ですね、これを開けてやっていきます。今開封をしたらクロスが1枚、両面とも同じぐらいの毛並みですね、と紙取り節で本体になってて、でこれもまあ使用方法一応見てきたんですけど、このクロスにとって、やるっていうことで、この紙取り節にもそういう風に書いてるんで、それを早速行います。で洗車もあらかじめしてありますのでちょっと甘噛みなくなってきた1日1紙これ開けんねんけど、どうやって開けんねやろ。缶開けるやつとかないな、これ。これどうやって開けんねやろ。これ開けられへんわ。これ缶開けるやつ入ってへんねんけど、これ、ここが開くん、そもそも。そう書いてへんねんけど、その辺。もうやめて、気合で開けるなんか。さすがにバカ力で無理か。ということで、もう。気合一本じゃね、乗り切れると思うな。あかんな。ちょっと彼の車の鍵等を借りて。これでも鍵も入らんで。え？これどうやって開けんの？わしに任せ。ほんまか？変わります。やってみーじゃ。なんで？嘘やろ。納得いかんわ。ありがとう。2秒で開いた。納得いかんわ。ちゃんと開けんで安心してください。俺やっぱ不器用やねんなくっそ、うわきれい、これもうわいい匂い。これでなんかね、トリセツの写真とかでなんかこういう感じでこう手に取って、手にちゃうわ、クロスにこう取ってこう塗るみたい、指でちょっとすくう、そうそうそう、こういう感じやった。なるほど、ちょっとそれでやってみようか。取れるんかな、そんな。結構掘れるんや。掘れる。あ、こういう感じの方がいいか。そうだな。こう、ああ、ちょっとべっとりついちゃったけど、これで。頑張って塗り伸ばそう。うん。でもあとはもうこうするだけみたいな。あ、バターみたいなと思った。バター塗ってみたの。うん。ほんまにバターみたい。バターみたい。なんかこう。硬いのに塗ってたらぬるんって伸びていくし、嘘だと思ったら試してください。塗り方は特になんかこう縦横とかもあんまなかったんで結構自由に今塗ってますけど。一気に塗れない。ああ、まあ広範囲にはちょっと難しいかもしれんな。これここの前の塩焼きさんだったと思う、スポンジ、まあ、大きめのスポンジが付いて、結構パパパーって塗り込めたかなと思うけど、うん、その人差し指に塗ってる分、そうやね、時間はかかるかもしれへんけど、まあ、細かいところは塗りやすいけど、あ、だからそういう、こう市販の、 あのワックス塗り込み用スポンジみたいなのも売ってるから、ホームセンターとかで。なるほど。そういうのをこう1個買ってやるっていうのも一つの手かもしれん。うわ、ホームセンターの回しもん。回しもんではないどこのんってなるよそれだってあの言わなあかんやん、じゃあぜひここのホームセンターでお願いしますみたいな。全然俺どんだけすごい人になってんの、それそんなんになりたいよ、なれるもんな。さあ今ならお安く後になるとお高くなります。でもそんなに気になるほど時間はかからんけど、伸びがすごいいいから。伸びいい、うん、一応これで大体塗ったけど、あ、そうやね、反対の面でこれを吹き上げるって書いてます。なるほど。一回ちょっと蓋しておきます。また開けてな。だから今ここで塗ったんで、このついてない
反対の面で、まあ、これもう一回裏返してもいいですけど、とりあえずこのワックスがついてない面で拭き上げを行ってくださいって書いてるんで、これで全体的に拭きます。わあ、これ拭くのは大変かもしれんな。ちょっと大きすぎたんかもしれんけど、結構固まっちゃってる。固まるのがちょっと早いね。そう、一回だってこうしても全然取れないんで。なるほど。結構こうぐるぐる拭かないと。ちょっと早めに拭き取らないと。あかんかったかもしれへん。はい、皆さんご注意ください。ピカーンってなるな。なる？ちょっとこっちから見てたらあんまし分かれへんねんな。気がしてるだけ。気がしてるだけ。そっか。何？ちょっとなんかこう自己満足。まあ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 、ほんまにそうやと思うけどな。別に何使ったってやり方合ってても間違ってても、車が綺麗になって自分が喜べばそれで俺はいいと思うけどな。なんかいやそのやり方ちゃいますよみたいな、結構こう言い合ってる人たちもいるけど、そんなん別にええやんって。好きにやらせ。間違っててもなんかボロボロになってもその人の車やし、自分が満足すればそれでいいと思うけどな。始まりました。これは福吉です。いやほんまになんかそういうちょっとこう、なんで自分の普通を人に押し付けんねやろっていう。それが例えばなんか道端でこういうこと万引きしたらあかんとか言ったら、それはもうそれは押し付けなあかんって言われますけど、決まってないことなんか押し付けたとで誰が決めたんって感じだし。ちょっと言わんけど。グレーゾーンかな。吹きました。はい、どうピカーンってなった。でもなんか、うん、最終日結構やっぱツヤってしてる気がする。ツヤってか黒が深なった気がする。あー、ツヤよりかは黒の深さが出るって感じか。なんか気持ちいい。いやほらちょっと洗車してるっぽい感じにしたけど、うん、分かってないな。ちょっとねやっぱ見た目ではなかなか違いが見にくいんで、ちょっと撥水感の方で見たいと思うんで、液体のそうね、こっちはどう見た感じ。いやほんまに正直分かれへん。コードコードの違いはこれやろ。だって分かりまへんで、黒の深みかな、うん、っていう表現しか出てこない。まあやっぱり目に見えて分かるのは水かけてやから、ちょっと CC の、 ウォーターゴールドを塗って撥水を見ます。ねえねえ、ぜひ質問待ってます。何でもいいので聞きたいことがあれば、ことでも聞いてください。ワックスの上にも滑り倒してた。はい、絶対 それ傷つけますよカメラマンさんっていうコメントお待ちしてます。ボディに置いてあかんやろ。すごいよ吉尾さんから。お久しぶり。はい、ありがとうございます。興奮するときはいつ、洗車とプライベート合わせてどうぞ。興奮するとき、洗車のときはまあもうでもやっぱりあれですね、ホイールが綺麗になったときとか、タイヤに最後タイヤワックス塗って綺麗になって、ちょっとそれをこう遠目に見て、おお、遠目に見る。そう近くで見てたら分からへんけど、こう車全体をこう遠くから見て両方のタイヤ塗って、こうああ綺麗になったみたいな時はこうおおって興奮っていうんか、まあちょっとこうテンション上がるね。それで、うん、プライベートで興奮するとき全然ないんですよね。基本的に感情があんまこう起伏しないんで。視聴者が全然喜ばない。だってある、そんなテンション上がること。俺あった、なんかこううわーみたいになってんの。あるある毎日は行ったことない。あかんって。嘘ついた。あかんって。引っ掛け橋ってとこがあるんですけど。ありますね、引っ掛け橋に。綺麗なお姉さん、うん、ナンパして成功したと。してないって。嘘はいかんよ、お兄さん。嘘は良くない。でもプライベートでテンション上がるとき、まあ、知ってるよ、俺当てば。え？何？サッカーのスーパーゴールシーン。スーパーゴールシーン。ああ、それは上がる。またサッカーやけど、それはほんまに18年のオーストラリア戦で。あれワールドカップ決めた時の井出口のゴールとか、あバリ叫んだ。あん時にめっちゃ叫んだし、それこそワールドカップのベルギー戦の乾のシュートとか、めちゃめちゃ叫んだ。あれはそこかな、テンション上がる。
ほんまにそれ以外ない。本当にごめんなさい。悪気ないんです。本当に素直に答えてるだけ。そうです。本当にすいません。ちなみにもう一つ浮かんだのは自分が点取った時だけです。ああ、なるほどね。うん、ということで、皆さん、すごい吉尾さんの YouTube チャンネルもぜひご覧ください。一応 CC のウォーターも塗り終えたんですけど、あんまし近いな近いな違いはあんましないこの、いろいろ難しいと、いろんな角度で見てるけどあんましないけどでも一つ違うのはこの触った時の感じはもう全然違うぬるっと感がこっちやばいすべすべ出ない出ん出せすべすべ例えが出ん撥水感を見ます、はい、こっちが固形の CC ワックスこっちが CC ウォーターゴールドあ CC ワックスゴールドかと CC ウォーターゴールドになってますんで一気に水をかけますこっちが CC ウォーターこっちが CC ワックスやっぱり違いあんまないんかなこの同系のワックスと液体は、うん、なるほど、まあ、結構してすぐやからなまあそれもあるかもしれん、そうや撥水感もめっちゃいい取れる、どうしても大きい違いはあんまり見受けられないかなっていうこの水の玉の感じとか残り方とかもあんまし違いを大きく感じれないかな。なるほど。ってなるとみんななんかやっぱりこうじゃあ液体でいいやんっていう風に、まあ、なる人はなるんかもしれへん。でもこっちもまあどっちもですけど、どんどん重ねるしたらもっと黒のツヤが出たりとか、耐久性は多分そこでは変わらないですけど、まあワックスにはワックスのそういう重ね塗りをする楽しさとかもあると思うんで。まあ、ぜひね、ちょっと気になってた方は、使い方は本当に簡単なんで、一回買っていただいて。まあでも、ちょっと今回のこの、CC のワックスには、こういうスポンジがついてなかったんで、このスポンジだけちょっと別途用意していただいた方が僕的にはいいかなと。こういうクロスで、塗るっていうよりかは、ああいう丸いスポンジでこう塗った方が、多分塗りは早いと思うし、楽やと思うんで、ぜひスポンジだけ一個用意していただいて、固形のワックスも。うん、僕はちょっともうちょっと、勉強して、ちょっとね、今回やっぱり初めて、まあ、2回目ですけど、ちょっと勉強不足感が。こうした方がいいよっていうのがあればね。そうね、本当に。また僕らを助けてください。ぜひ助けていただきたい。まだまだちょっと勉強不足感はあると思うんで、僕はもうちょっと勉強して、コケのワックスを、第3回を頑張りたいと思いますので、皆さん興味ある方は、ぜひコケのワックスを、やり損せてない、これ。そうですね、喋りの勉強も含めてやらせていただきたいと思いますんで、また次回もお楽しみにお待ちください今回の動画はこちらで以上となります。まだチャンネル登録されてない方はぜひ登録いただき、次回の動画もお楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。